広大な松林に囲まれた美しい環境、その中にホテルのような県立北病院がお目見えしました。この病院は目まぐるしい世相を反映して増加の傾向にある精神障害者の医療や保護に充てるため2億7000万円の公費をかけて建てたものです。建物は6万平方メートルの敷地に管理棟、病棟、生活治療サービス棟などがあり、東京大学の吉武研究室で精神医学の粋を集めて設計したモデル的なものです。管理棟の中には事務所や外来患者の診療に必要な脳波測定室、検査室などの医療設備が整っています。真っ白な入院病棟、患者の精神的な影響も考えて全てが家庭的に設計されています。リビングルーム、洋式和式の病室、そして風呂場など色彩にまで気が配られています。こちらは生活治療サービス棟です。広い調理室、立派な食堂、それに作法室と作業や娯楽のための大ホールなど至れり尽くせりの施設です。このように環境、設備と全てが整ったこの病院は県の精神衛生センターとして今後の活躍が望まれています。